東部で発散型電車。東部で発散型電車。東部で発散型電車は、かつて東部鉄道に在籍した電車。1926年、大正15年に申請された、歩破11系の後ろ身で、当初は後日の歩破12型も含め、全車客車として進行したものを、1927年、昭和2年に電車化改造を実施したものである。本では、 本形式並びに同年に申請された、東部初の全校生者である、保ハ12系、後の区波2型が属する大正15年系全般について記述する。1926年、大正15年当時の東部鉄道においてはすでに、電革間が存在し、大正13年系で、ハ1系、大正14年系で、ハ2系、区波1型といった電車が運用されていた。 しかし、当時の東部の保有路線における電化区間は、伊勢崎線浅草、初代、現在の東京スカイツリー区機関のみであったことから、旅客輸送の主力は相変わらず、蒸気機関車牽引による客車車であった。そのような状況を鑑み、本系列は将来的な電化進捗に際して電車化改造を施行する前提で設計された客車として、 保波1 1五5 1から58及び十波1 2十5 9 6 0の軽重量が日本車両製造投資店、名古屋本店並びに汽車製造において申請された。前述のように後者については全構成構造の構え体を採用したことによって別形式に区分されたものである。以上の経緯によって、車体形状や台車その他はすべて電車そのものの仕様で、 作成した本系列は、電化進捗に伴って1927年、昭和2年に全社が電車化改造を施行され、出波3型、区波2型と改称、改版された。その後、戦後に実施された大改版に伴う複雑な改版や危機感想を経て、1966年、昭和41年まで運用された。 本系列の導入経緯については、前述のように落成当時の東部の保有路線における、電格間割合の低さとそれに伴う電車の所要数に関連して、客車として竣工したとの解釈が一般的になされている。しかし一方で、本系列が申請された1926年、大正15年には、鉄道省より二両、 デハ 43200K43237.43238、大43梅鉄道より1両、デハ 1K1、計算量の電車を借り入れし、内鉄道省からの2両については、その後約1年間にわたって、借り入れ期間を延長しつつ運用されており、東部が当時保有した電車のみでは、車両不足をきたしていたことが推察される。また、同両の借り入れ理由について、 東部側は、同年春行予定の車両を落成遅延のためとしている。ことから、本系列が当初客車として春行したことについては、単純に連送品の手配をくれによる、緊急避難的なものであったとの指摘も存在する。歩波十一型は、全長一万五千九百四十ミリメートルの、反抗性車体であり、初寸法は概ね、対象十四年系に準じているが、両側つまめが、 対象14年系の非貫通構造の5枚窓構成から貫通扉を有する3枚窓構成に変更された天外な。側面は側窓間柱ら太さが均等化され、窓配置は対象14年系の 1D23、2D23、2D1、D 客用扉に対して 1D7 D、D7、D1 と変化した。側窓は、mm、幅の一段落とし窓で、 対象14年系の使用を踏襲している。客用扉は 910mm 幅の型回避で、片側に3箇所ずつ設置され、客用扉直下にはステップを有する。本形式においては、同ステップ部を除く車体裾部全周にわたって、大枠が露出した設計が採用されたが、車体裾部より大枠を露出させた設計については、 その後長きにわたって、頭部型車両の特徴の一つとして継承された。歩波十二型は前述の通り頭部初の全構成車体を採用し、各部吹き寄せ寸法も歩波十一型とは異なる。また、屋根部も後半となったことで、全体的に角張った印象を与える外観となり、側窓が上段固定、下段上昇式の二段窓であったこと。 屋根部雨どいがなく水切りのみとされたこと、車体す部から大枠が露出した構造とはなっていないことなどが特徴であった。もっとも、東部発の全構成車体ということで、車体修繕等における勝手が、半構成車体のそれとは異なり、保守面で不評を買ったことから、全構成車体の採用は本形式のみに止まり、以降の増備形式においては再び半構成車体を、 採用する結果となった。車内は歩破11系、12系ともにロングシート仕様で、トイレは設置されていない。なお、両形式とも、竣工当初より、屋根状にパンタグラフ台座並びにパンタグラフ点検用踏み板ランボードが設置されており、車内では運転台に相当する部分に H ポールによる仕切りが設置された。使用機器については両形式とも、 同一仕様である。台車は、住友金属工業製の蛍光組み立て型釣り合い、量式ケース30リットル、固定軸間、距離2 1 3 4ト、mm、ルを装着する。制動装置は、対象13年系、14年系において採用された、ウェスティングハウスウェアブレーキ車開発の M3、同弁による元空気ダメ鑑識、アム自動空気制動ではなく、 真空制動が採用された。これは当時東部に在籍した蒸気機関車並びに客車が真空制動を採用していたことによるものである。同制動装置によって床下に搭載された制動とブレーキシリンダーを動作させ床下に設置された制動尾希望ブレーキロックを介して前後台車の制動を行う制動機構が採用されている。なお、客車として落成した。 当初の本系列は、伝送品は、もちろんのこと補助機器類も一切装備のない状態で、竣行した。無識牽引列車の客車として、運用を開始した本系列であったが、1927年、昭和2年に、伊勢崎線前線、及び佐野線前線が、相次いで電化され、電車の所要数が増加したことに伴い、同年2月から4月にかけて、 当初の計画通り本系列の電車化改造が施行された。電装品については、東洋電気製造製電動カム軸式制御機と、イングリッシュエレクトリック車 DK-91 種、電動機、端子電圧 750V 自定格出力 97kW が採用された。これらはいずれも EE 車製、もしくは EE 車の国内ライセンス製品であり、同時期に申請された、 昭和2年から4年系と同一のものである。制動装置についても M3 同弁による元空気ダめ管式アム自動空気制動に変更された。台車は引き続き KS30 リットルを装着し、歯車比は2.81駆動方式はつり掛け式である。電車化に際しては運転台を両側に設置して、両運転台仕様となったが、その運転台は、 全面貫通構造にもかかわらず中央部に設けられた点が特徴的であった。電動車化の対象となったものは、急歩破11型のみで、全構成車体の急歩破12型については2両とも、制御車、区破として竣工し、竣工後は、それぞれで、破3型11から16.1920、区破2七7 8と解消、改版された。なお、 デハ17.18の車両番号、車番は昭和2年から4年計前期普通型の初期落成者2両に不満されたため、デハ3型については連続した車番とはなっていない。電車化改造後は昭和2年から4年系と共に運用されたが、本系列は前述のようにロングシート仕様でトイレの設備もなかったことから、主に近距離の区間列車運用に充当された。 なお、本系列は、対象十三年系と共に戦災による、被災車両が一両も生じることなく、終戦を迎えた。終戦直後の混乱期に激増した、輸送需要に対応するため、東部においては、国鉄六十三系の割り当てを受けることを決定したが、同系列導入の見返りとして、保有車両の地方施設への供出を、運輸省より指示れたことに伴い、 本系列からはデハ十一から十三の三両が教室対象となり、いずれも長野電鉄へ譲渡された。同三両は、戦中から戦後にかけての国史によって荒廃した状態のまま譲渡されたことから、長野電鉄側に到着した際は、側窓や吊り皮は解無、シートは板張りと、これが電車かと思うばかりであったという長野電鉄。関係者が漏らした逸話が残るほどのひどい。 状態であったことが記録されいる。同社130軽電車として1947年、昭和22年に竣工した同産量は、主要機器の使用を含めてほぼ、東部在籍当時のまま運用されたことから、ウェスティングハウスエレクトリック、三菱電機系の単位スイッチ式手動加速制御が、標準仕様である、長野電鉄の在来車とは、混用が不可能であり、 主に四川角の加藤線須坂海南、現、八代線における運用に重当された。もっとも、銅産業は、長野電鉄の在来車と比較して、主電動機出力に余裕を有したことから、遅延回復が容易な車両として現場から好評を得たという。主要機器のメーカーより、リッカーの車内相性で呼ばれた銅産業は、長野電鉄の他の旧型車各形式とは、 独立した扱いを受けながらも1977年、昭和52年まで運用され、東部に残存した車両よりも長く運用される結果となった。前述教室対象とならなかった7両については、1951年、昭和26年に施行された大改版によって、デハ3型はモハ2200型に、クハ2型はクハ二230型にそれぞれ解消、改版された。 さらに翌1952年、昭和27年には、区波550系、初代の電動車化改造に関連して、同形式に主要機器を提供した、モハ5300型に対して、モハ2200型を伝送解除の上で、その主要機器を供出する、玉機改造が実施されることとなり、モハ2200型は全車とも制御車、 区破化されて区派220系220から224と解消、改版された。なお、モハ2204については、以前より、伝送解除が実施されて制御者代用して、運用されていたことから、危機教室の対象には含まれていない。伝送解除に際しては同時に、浅草よりの運転台を撤去して、変運転台化が施行され、同時期には区派230型に対しても、 型運転台化改めが実施されている。その後、1959年、昭和34年には、客用扉部のステップ廃止並びに、客用扉のプレス扉への交換が実施された後、区波220型は野田線に集約され、区波230型は東上線に配属されて、それぞれ32系の制御車として運用された。しかし、1964年、 昭和39年より32計画形式の3000系への更新が開始されると32系に属する制御者の中では経年の高かった本系列は優先的に更新体とされた。区波220型は1966年、昭和41年に区波230型は1965年、昭和40年にそれぞれ3000系への更新が完了し、 いずれも形式消滅した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。